五十事期入彦彦命多美母廃所丹野輪二三在古墳は、大阪府仙南郡三崎町丹野輪にある古墳。形状は、前方後円墳。丹野輪古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、歌美棒として、第十一代水人天皇御子の五十事期入彦命の,の墓に自乗されている。名称は、 歌美母古墳とも、大阪府の最南端、大阪湾に面した、大地上に築造された古墳である。800メートルほど西にある、清涼古墳、及び清涼丹野は二三在の中間にあった西小山古墳などと、共に丹野は古墳群を形成する。名称の、二三在は、三笹の天下。現在は、宮内町の事情母として、道庁の管理下にあるが、 2014年度には、噴球の発掘調査が実施されている。噴球は、前方五円形で、前方部を西南西方に向ける。噴球は三段築成。噴球長は現存で173メートルを測るが、後世に削られており、築造時点では、約180メートルであったと推測される。外部施設として、噴丘南側、北側の両首レブには、 方形の作り出が認められる。紛糾表面には、吹き石が吹かれ、加えて、末室の遠に埴輪列、家、建て、絹傘、鳥などの埴輪が認められている。埴輪の一部は、炭の和独特の技法を有し、それらは、炭の和系埴輪と称される。内部施設は明らかでない。紛糾周囲には、集合が二重に巡らされている。 この集合付近の公園部外周部分には、倍長7基が分布し、うち6基が現存し、主墳同様に区内庁の管理下に、ある。この丹野は二三在古墳は、出土派にはより、古墳時代中期の5世紀中く後半頃の西暦440年から460年頃の、築造と推定される。5世紀中頃に限って築造された丹野は古墳群の、 大型古墳三期のうちでは、清涼古墳に次西小山古墳と、同時期の築造で、本古墳の築造をもって、当地での大型古墳の築造は終焉する。これら三崎町の大型古墳群では、遠藤埴輪に独特の技法が見られるが、同様の技法は、和歌山平野の木の本古墳群にも見られることから、丹野和古墳群は、 キー勢力との強い関わりの中で成立したと考えられている。丹野は二三在古墳の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成古墳の規模は次の通り。墳球周囲には水合が巡らされているが、この掘りの波浪により、墳球の裾部が削られており、 カッコ内はそれを加味して復元した場合の推定値になる。三段築生の紛糾は、一段目、二段目に比べて三段目が、著しく高いという特徴を示す。一段目途中までは、地山の柵でから、その上では、森土から構成される。地山の作質は作り出でも認められることから、作り出は、紛糾本体と、同時期の築造とされる。この南、 北作り出では埋葬施設、または副葬品埋納施設の存在が推定されており、特に南作り出での調査では作り出が壇上施設として機能した可能性が指摘されている。丹野は二三在古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では第十一代水人天皇巫女の五重掲示期、入彦命にの墓に事情している。 この五十形式入彦命の墓について、日本初期、古事記に記載はないが、演技式書料料では、泉国姫軍に所在する、歌尾母として見え、長域は、東西山頂、南北山頂、四古山煙で縁墓としている。しかし、中世には荒廃して所在が失われ、明治7年に、泉州市の記載に基づき玉田山に定められたが、明治13年に、 丹語は二三在古墳に改められている。ただし本古墳に事情された明確な根拠はない。考古学的には、三崎町の大型前方後円墳2基はいずれも、当地の経済力のみで築造されたと考えにくい、ことから、これらの築造において、紀伊力の関与が想定される。特に、日本初期、有力天皇9年上に、タミリン有に葬られたと見える。 五世紀後半の将軍の貴子弓に否定する説もある。その他、泉市では貴子弓の墓とする説を挙げ、泉州市では、清涼古墳、歌美穂古墳のどちらか一方貴子弓の墓として、もう一方を貴船森の墓とする説を挙げる。ただし、この貴船森は八世紀の人物になる。古墳には、公園部を取り囲むように倍長なながあったと言われる。 現在はロッキが現存し、宮内庁により歌たび墓の倍長に事情されている。ありがとうございます。